イオンモール草津立体駐車場の展望台から地図、大見大橋は、滋賀県大津市丸の内町と、同県草津市新浜町を結ぶ琵琶湖上の道路橋である。大見大橋有料道路の一部として、滋賀県道路公社が建設し、管理していたが、2013年12月26日をもって無料開放された。琵琶湖上の他の道路橋として、 南側約 3km に瀬田川大橋、北側約 19km に琵琶湖大橋がある。湖南横断橋とも呼ばれ、国道1号のバイパスとしての機能を持つ。船の航路に当たる部分のみがややせり上がり、それ以外の部分は湖面約 10m を直線上に伸びる構造である。急遽新橋大見大橋は、大津市と瀬田町との合併時に計画されたものであるが、 1968年には、橋梁の東端を、草津市新浜町にすることを前提に、草津市も建設事業に参加することになった。そして、市町村営の有料道路は認められていないことや、建設費の問題から、滋賀県道路公社の有料道路として建設された。最初は2車線で建設されたが、取付道路も含め4車線化することを想定して、用地買収や、 基礎工事が行われ、1981年9月には、拡幅工事に着手、1985年3月に竣工している。大見大橋有料道路は、滋賀県大津市丸の内町から、滋賀県草津市木川町に至る、かつて存在した一般有料道路である。2013年12月26日をもって、 無料開放された。滋賀県道路公社が管理していた。有料道路であるものの、大津市丸の内町、草津市新浜町間の大橋以外の取り付け道路区間は無料で通ることができた。八橋中央交点の南北で認定されている路線が変わる。当該交点よりも南が滋賀県道18号大津草津線で、北が滋賀県道42号草津森山線である。 大見大橋料金所跡、2013年12月26日の無料化後、31日までに大部分が撤去された。有料道路時代の通行台数は1188万台、年1日平均すると約3万2600台である。琵和湖大橋の利用者数と結構している、大津川草津川。ありがとうございます。